みなみのマイアミチャンネル。今年はあと何日かな。今年も残すところあと329日となりました。みなみです。マイアミではありません。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は元気にしております。なんか喋ろうとしたんだよ。あ、そうそう、紙の手帳についてなんか未来がこうされるから嫌だとか言ってるじゃないですか。確かにあるんですよ、その感じは。だけど実際に紙に予定を書き込んでみたらば、こうきっちりと自分の今の状態を把握できまして、いいなって思いましたね。やっぱね、 Google のスケジュールじゃあれわかんねんだわ。なんか何かってと、あれ俺のダンスの仕事みたいな何を言ってんだって話。違う、そうじゃなくて、なんかこうさ、毎日に忙殺されていくと、こう表現をしようとなって、表現をするっていうことがうすらぼんやりになっていくんですよ。で、それは良くないなと。なんつうかね、ごめん、今ね、いろいろメールが来てて読んじゃってちょっと頭フリーズしちゃった。やっぱりね、把握するべきところは把握しといた方がいい、うん、そう。というのを思います。禁酒しよっかな。禁酒まではいかない、減らすか、酒の量。だから誰かといるときにする、飲んで。私ね、一人でいるときね、飲まない人間だったんですよ、全く。まあ、今もね、そんなに、なんかみんなさ、毎回なんかこう、飲んでるから飲んだくれって思ってると思いますけど、まあ飲んだくれかもしれないですけど、そんなにはでもやっぱりね、強くないんで、飲みやせんのですよ。なんかでもやっぱり酔っ払うとせっかくのなんか時間がもったいない感じはするよね。忘れちゃうと良くないし、なんかこう人間ってやっぱすっきりしてた方がいいよね。やめよう、急に。私急にお告げが来るタイプなんでピシンって来る。ピシン、やめとけよ、やめとけよ。そう、あーで、後で正式にちゃんとボットでも流すか。マイアミスタンプができまして、マイアミのオフスタンプと芸人のカルダモン鈴木ちゃんと一緒に作った芸人スタンプがございまして、芸人スタンプっていうか、ね、カルダモン鈴木でしょ、で私はガルムマサラミナミですとか言って、我らスパイスシスターズとかいうスタンプを勝手に作ったんですよ、私が。なので、よかったらぜひ買ってやってください。これぐらいかな、言うことって。
ああ、もったいないことしたな。剣じゃなかったな、これ。そう、なんかいろんなことを思うことがあって、なんかね、なんかねとか言ってさ、大して思ってもいないんだけどね。 うん、あ、でもなんかその手はだいぶ治りましたよ。だいぶ治って、だいぶね、あ、でもね、全然なんだけどぱこうはいかないよね。まだね、まだいかないね。ここが、こっちがね、あ、でもちょっと曲がるね。ちょっと曲がるね。だいぶでもね、曲がるようになったわ。こっちはだいぶいけるんですよ。これは、まあでもちょっと不格好だけどね。だいぶね、だいぶいけるのよ。これがね。という感じでございます。あのね、ギリギリ。ブラがはめられるようになっても痛いのよ。だから2、3回失敗したらもう、あの、先に止めて上からかぶる方式にしてるんですけど、だいぶ止められるようになった。だからだいぶ成長しました。あ、とてもいいことだと思います。だんだんね、そうやってできるようになれば嬉しいね。 いや、なんか今年はまだ始まったばっかりって言ってももう1ヶ月過ぎたんだよね。なんかこう、私もすごく、欲深い人間ですから、こう、なんて言うんでしょう、こういうふうにダンサーとして求められたいなとか、こういうふうに依頼が入ったらいいなとかさ、そういうことばっかり思ってしまう日があるんですよ。で、まあみんなそうだと思うけどね。で、こう、あ、でも別に自分でお願いしに行くんだよ。待ってたって仕事は来ませんから、自分で行くんですけど、お願いして。そんなね、待ってて仕事来る人はね、本当にあの、ジャクソンかスティービー・ワンダーぐらいだよ。あ、そんなことないけど。あ、でもそういう人たちだって、自分で言いに行くじゃん、絶対。これがやりたい、これがやりたいってアイディアがあってきっとやるじゃない。なんか、そこだと思うんだよね。そこだと思うんだよね、とか言って。何がやって話だけど、何をやりたい、これをやりたいっていうのはすごく大切なことだと思うし、なんかそれをやるにはやっぱり私はちゃんとそれを、それっていうか、その表現のこういうふうにやろう、こういうふうにやろうっていうのを考える時間はすごく大切だと思ってて。大切だと思ってる。大切だと思ってる。明日のジョーだな。なんか明日のジョーみたいな感覚になってきた、急に。明日のために。明日のために。いや、今日はね、師匠の言葉が響くんですよ、頭の中に。何かっていうと、お前は
誰かが何とかしてくれると思ってるっていうのを言われて怒られた日があるんですけど、ある日怒られたって怒んないよ全然、あの優しい人だから怒んない人だったけど、言われた日があってね、ピシャリすごくね反省した、反省したっていうか反省は猿でもできるんだけど、なんかあの言葉をねこうずっとずっとこう、なぜか今日は頭にずっとあるんですよ、頭の中に。お前は誰かが何とかしてくれると思ってる、なんか肝に銘じたいよねちゃんとそうじゃないよっていうことで生きていきたいね。いや、はや晴れてんね、いい光が差してますよ。というわけで皆さん、特段何も喋ってないんですけど、いつもまあいい日になるといいね。気をつけて、今日も明日も明後日も、それじゃ。Habia una vez, habia una niña.